で、何に乗る？観覧車ね。はぁ、まるで大きなゆりかご。そろそろ気づかない？この乗り物、男にはハードル高いって。まあ、人それぞれだけど。って、他の男と乗ったりしてるの？そりゃ。別に、うん。やっぱり、今度からも付き合う。観覧車でも何でも。好きなの乗れば。ただし、誘うのは僕だけにして。いい？よし。とりあえず入ろう。よく遊びに来るの？僕もよくここ来るんだ。ゲームは割と好きだから。一通りやってみたし、いくつかおすすめのゲームもあるし、楽しめると思うけど。だから、僕のことも一緒に来る人の選択肢に入れていいんだけど。うん、そうして。はあ、なんでこんな言い方しかできないんだろう。海、好きなの？は？何それ？僕が喜ぶとでも思ってる？謝る必要ないのに。好意を持ってもらえたら、普通、嬉しいと思うだろう。何その反応？深い意味はないから。君だって、そうだろ。ただ、その冗談。対応しない方がいい。勘違いするやつ、出るだろうし。やっぱ、冗談なんだ。いい。なんでもない。どうしたの？待ちぼうけ。この時間は速度が低下するからな。君の連れも読み込みに時間がかかってるかも。わからない。その方がいい。現実と仮想の区別なんていらないんだ。ごめん、遅れた。お前、現実か？アバターじゃなくて。何この人。当たり。情報の海で迷子になって10年。やっと君を見つけた。だから早く俺とネットサーフィンへ。君はこれの相手をしてたの？その格好で。これって俺のことか。フードとサングラスで顔隠して人をたぶらかすようなやつはこれで十分。嫌なら堂々としなよ。ラグがひどいから帰る。まったく、あんなのがいたら海の格が落ちる。別に。でも相手にした君も君。それにその格好じゃ。いや、ごめん、遅くなった僕が悪い。そうして。さて、どうする？いいね、元気いっぱい。君にとって海って何？何それ。じゃあさ、僕は何なの？君がその辺の男に声かけるのをずっと横目に見てろって。分かってる、分かってるけど腹立つ。僕にとって海は特別な場所で、そこへ今君と一緒に来てるんだ。しかも今まで手放さなかった
人の時間よりも君との時間を優先して、それがどれだけ…こんなこと言いたいわけじゃなかった。何言ってんだろ、本当に。そう、君のせい。反省して。お詫びは炭酸とフライドポテトで。ちょうど小腹も空いてきたし。勝手に行かないで。僕も行く。その辺の男に手出されたら困るし。どうだか